なんてことだよ。ひどいよ。ひどい。こんなのないよ。おお。この真新しい鉱石はちょっと見つかってないかな。お。なんかあったよ。なんかあるよ。なんかあるよ。なんだろう。ほう、魔法の始まり。ミスリル豆腐鉱石。ミスリル豆腐鉱石ね。魔法の始まり。魔法が使えるようになるの。魔術もいけんの。工業系だけじゃなくて。いや、マイクラのモッドの中で魔術だったり工業っていうのはちょっとやってみたいけど、なかなか手がつけれなかったところなんだよね。難しくて、それをね今まさにやってると思うと面白いよね。でね、この豆腐モッド自体もずっとやってみたかったんだけど、なかなかね、おお、やる機会がなくて、とうとうやれてるなって感じなんだよね。やっとね。あー、待って待って。あー、このねスケルトンの放つ矢で今のクリーパー倒せたら、ルベ、倒せ、ルベって、倒せたら、レコードが落ちるんだよね。このね、今ね、ダイヤ7個、ミスリル豆腐鉱石16個、金鉱石28個、鉄鉱石が83個。結構いいんじゃない?集まってきてるね。ちょっとこの調子でね、どんどん集めていこうと思います。なんとか死んだのを回収して、一応帰るのにネザーを通って帰ろうと思ったんですけど、安全かなと思って、豆腐ワールドを通って帰ろうかなと思っております。で、今ね、あそこ作ったら、ちょうどこの目の前にね、豆腐ニアンの村に出たので、ちょっとだけ交易をして帰ろうかなと思ったんですが、やっぱね、みんなね、同じようなものしか持ってない。絹ごしか木綿、あと豆腐には豆腐にあんのクワみたいな感じかな。よいしょ、だだだだ、よいしょ。ねえみんな、そうだよね。鍛冶屋とかどうなんだろうね。宝箱、宝箱、チェスト、うんうん、あ、うんうん、いいか。あとなんか変わったもの、師匠さんの家だったりとかかな。でね、今掘ってきたものが結構多いので、今回はですね、ちょっとあれを作ろうかなと思ったんだよね。エンダーチェストだ。とりあえず帰ってきて、エンダーチェストっていうのを作ろうと思います。これはネザーで、さっきネザーもいたんですけど、ちょっと遠くて、まあ同じなんだけど、安全か安全じゃないかって。豆腐ワールドは敵が、豆腐スライムしかいないんで安全なんですよね。で、ネザーでこのブレイズロットを取ってきたので、これをまずブレイズパウダーに変えて、エンダーマンが落とすエンダーパール。これを作ります。クラフトしてね。で、こう置いて黒曜石を周りに置いてやることでエンダーチェストっていうのができるんだよね。このエンダーチェストの中に必要なものを入れて自分の家に帰ってこれを設置して開ければ物が入ってるみたいな感じですね。で、ここはねまだねいろいろ掘れると思うんで、また来ようと思うんで、とりあえず物だけ持って帰ろうかなと思います。よっしゃー、よっしゃー、ただいま。さあ、帰ってきたよ。よいしょ。じゃあこのエンダーチェストを、よいしょ、置いたら
あっちで入れたものがねこっちに帰ってくると。でまだこっちに持ってこれてないものがあるんでまた行かなきゃいけないんだけどとりあえず、たくさん取ってきました。また行かなきゃだね。もうちょっとミスリル豆腐鉱石もねまだあっちにねもう一個のチェストに入ってると思うので、とりあえず持って帰ったミスリル豆腐鉱石、これはどうしたらいいんだろう。あ、もしかして、オーブン？あ、オーブンで動く。何になるんだろうね。さあどうだ？来た！ミスリル豆腐インゴット。あ、投げちゃった。ミスリル豆腐インゴットっていうのになったね。ほう、ミスリル豆腐インゴット、なんか強そうだね。んで、このミスリル豆腐インゴットを火打ち石で挟むと、そしたらミスリル豆腐の粉っていうのができる。これね、